アクロス小畑は愛知県名古屋市森山区小畑南にある市街地再開発地区である。名鉄瀬戸線大畑駅の北口駅前一帯を再開発し、駅前広場や駐輪場、公共駐車場などの交通関連施設の整備と森山区の中心地にふさわしい市街地を形成することを目的とした再開発事業である。名古屋市盛山市民小劇場を含む競技の アクロス大畑とその東側にあるアクロス、小畑パーキング、そして駅前広場を挟んで西側にあるアクロス、小畑西間の3間で構成されている。文化衝撃場やデイサービスセンター、定住促進住宅、公共駐車場、駐輪場など市が運営に関与する施設が多いだけで、なく、分譲マンションも市の外郭団体の名古屋市住宅供給公社が、 手掛ける東名古屋市が主導して開発が進められた。名古屋市住宅供給公社が分譲したマンション部分は売却済みだが、店舗や金融機関、医療機関などが入居している、商業施設部分は賃貸で運用しているため、未売却となっている。そのため、保留床のうち売却済みは1242。 平方メートルに止まり、未売却が4870平方メートルとなっていて、事業費の回収が遅れる結果となっている。この点について、行政監査では、時の経過とと,ともに通常その価値が下落していくとして、売却の遅れが当初の売却予定額との差を生み、損失が発生する恐れがあるとして、他の市街地再開発事業とと,ともに、早期売却を求められている。 なお、この保留床の賃貸事業は、黒字と視察団などに説明しているが、以前入居していたスーパーが撤退するなど苦戦を強いられている。2000年に完成したバスターミナルのある駅前広場で、アクロス・オバタとアクロス・オバタ西館、名鉄瀬戸線、瀬戸街道に囲まれた場所に設置されている。面積は約3000平方メートルである。ありがとうございます。